ジャイアンツさんの有名だと思うんですけど、おはようございます。まだちょっと試合だったりの疲労が残ってる一日なんですが、頑張ります。見てください、これがこのヨーロッパでございます。見て、卵、あこの2パック半分で1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個もあって、野菜とフルーツでございます。ありがとうございます、スポンサーの皆さん。英語の文を読んで英語の勉強します。練習行きます。パン屋さんに来ました。クロアチアのパン購入。今日の飯が到着しました。ごちそうさまでした。帰ります。はい、一回ちょっと帰ってきたんですけど、ここから企画でちょっとパントキックを本気で練習していこうかなと思うんで、ちょっとはい、猫に餌あげてゆっくりしたら向かいたいと思います。俺、たくさん食べろ。余り物のコーンフレークをあげております。うまいか。いやー、こうやってだんだん可愛くなってきました。食え食え。はい、ちょっとだけ YouTube の動画編集したら、本気のパントキック練習に向かいます。よっしゃ、着替えて向かいます。お願いします。なんでお前はいつも家の前にいんだ。なんか雨降りそうで降らない曇りなんだよな今日。コンビニに来ました。何もいらないかな。あ、練習行きましょう。見て、クロアチアのカマキ。うわ、いやもうね、今日今からはいパントキックやってるんだけど、自分そのジャイアンツさんの、またみんなこれ有名だと思うんですけど、見て、いろいろやってて、で自分でちょっとポイントまとめてやっていこうかなと思います。自分的にはまずね、その自分と違うのがこの軸足を開いて、腰と上半身の
回線を使うっていうのがすごい言ってたから、そこを一つ意識することと、でボールを自分前に置いてたんですよ。でそこを軸足とおへその間にですよね、ここに置いてしっかり全体使って蹴っていくっていうのをちょっと意識してやってみます。実際蹴っていきます。あ、もっと多分ここの力と足のこの遠心力も使うんで、ちょっととりあえず蹴りまくっていきます。山ってむずすぎるわ。なんか自分そのショート距離だったらうまく蹴れるんですけど、その長い距離になるとちょっと伸び足りないんで、それ意識してやると球が逆に浮いちゃうんですよ。難しい。とりあえずメモしてやっていくしかない。もうとりあえず研究して練習して研究して練習しての繰り返しなんで、とりあえずやっていきます。いやーすげえ。この人がすごいの、ジャイアンツさんがすごいの知ってるけど、実際、はい、人がいるところに蹴ってみます。実際こう人がいるところでどんだけ蹴れるか大事だと思うんで、やっていきます。ちょっとボールちっちゃくしたのでやってるっていうのもあるんだけど、これでライナー蹴れるようになったら絶対飛ばずなんですよ。で多分自分ボールの芯よりちょっと上を擦るように蹴れてないんで、ちょっとそこを意識することと、まあ、多分あともうちょっとまだ腰と肩の回線使えてないんで、ちょっとそれ意識してやってみます。実際そのフィードとか、まあ、得意ではあるんですけども、あのプレスキックとかでは低弾道でカウンターにつなげるシュートっていうのが危ねえ、あんまり得意じゃなかったんで、まあ、ちょっとこれから取り組んでいこうかなと思います。もうしっかりね、まあ、でもねそこにあんまりフォーカスするよりっていうよりも、自分ストロングは本当にもうシュートストップだったりスピードの部分なんで、まあ、そこはより継続していきます。かわいい、かわいいな、クレーチャーのガール。おお、Thank you subscribe my YouTube Takoe. Takoe. Please explain. What is this? Croatia cake? Cookie? Oh, cookie. Dobrate. Delicious. Too sweet. Too sweet. とても甘くて美味しいです。よし、USA、トエト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 、サブチケリッチャーキル。いやー、お疲れ様でした。はい、ということで、今日も一日お疲れ様でした。いやー、今日ね、パントキックめちゃくちゃ蹴ったんですけど、まあ、みんなにも言いたいのが、ただ練習するだけじゃうまくならなくて、やっぱそういう動画とか見て、研究して、で何回も練習してトライして、で何がダメだったのかとか、どうやったらもっとうまくいくのかっていうのを考えたら絶対もっとうまくなると思うんで、
なんでまあいろいろシュートストップだったりキックだったりハイボールだったりいろいろ多分自分の課題があると思うんですけども、まあ、しっかり大事なことは研究するということとその失敗した時に何がダメだったのかっていうのを分析しながらやってったら絶対に成長できると思うんで、まあ、自分もまだまだなんで、ね、お互い一緒に頑張りましょうということで今日の YouTube 終わります。チャンネル登録といいねもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。